誕生日のレディーゲームです。今日で確か45くらいになられたんです。いただいてましたが、ペットショップやってらっしゃる、あけびちゃんです。今日は48歳の誕生日なので、うちの伝次郎と、最後のところのピーちゃんがいつもお世話になってるってんで、心を込めて、天神のなんか高い花山で描いたっちゃの最後がね、はいはい、うん、高い花山、まあまあペットのいらっしゃる方はぜひドッグオンリーワンもよろしくお願いいたします。ありがとうございます、はい、で、何回ぐらい、まあ、今日3月生まれの方は他にもいらっしゃらればと思いますが、いらっしゃらない。先輩、じゃあ2番。2番は C の子で、今日先輩わざわざね、小倉南区から見えられてます。あ、北区ですかね、小倉北区だから、北区がちょっと厳しいんだからね。もうね、久しぶりだね。もう僕たちよりずっと音楽がもう、携わってらっしゃるんで、もうなんかもう先輩の前でやるのはとっても羞恥心なんですけど、変われた、ここが一番いいよ、それでは、ね、全体で撮れるね。今日は、先月ね、俺カツとね、映画見に行ったんですよ。デートなんか、デートしとっちゃうで、なんか本当はクイーンのね、ボヘミアン・ラプソディを見ろって思うたと思ってんが、行きよったら、さよこがね、私なんか、どうもなんか浅香光代のハエとね、とかスカラッチって言うわけよ。だけどとりあえずクラプトンば見ろやって、でクラプトンが終わって、で15分ぐらい差があったけ、その後クリーンば見ろうかねっつってから行ったら、なんかもう見よったらですね、だんだんなんか酒の飲みとなって、そこの王国ってあるとですよ、そこにちょっと王国行きました。でクイーンはなんかちょっと見ろうかなとか、後日見ろうかなとか、まだ今行ってない状態で、まあフレディになりたかったですけど、ちょっと僕そっちの毛はないのが確かです。毛はないです。で、まあ一応その時に見たね、エリック・クラプトンの曲を僕は静かに見えたら横で歌うとですよ。違うから、オタクがうるさい。鼻息も荒いで、最後がね、あれだ、ポップコーンばひっくり返してからって、偉い迷惑かけるの。俺姉ちゃんに断りは言うたもん。すいません、もうこぼしたもんでっつってから、若かろうがっつってからさ、ね、で、まあクラプトンの歌ばでも、クラプトンのね、俺ずっと好きやけど、今でも好きやけどね、唯一分かったのはやっぱクラプトンってすごいエロジジイだったんだなとか。だからこうちゃんがエロジジイ。だけど大手門クラフトン。そうそう、まだね。お兄様、ちょっといいよ。こっちね、ハッピーバースデーのビデオ撮り取らなきゃね、もう一回歌って。それ有料になりますけど。今おひねりがおひねり。おひねりやつはちょっともう終盤だね。それでいいパークなんだ。じゃあ分かった、もう一回だけね。じゃあ小林さんからで、じゃあ小林さんからでハッピーバースデー。でもですね、僕ね、ちょっと花粉症でですね、喉はちょっとこんしとけですね、ちょっと今日は小林さんからじゃなくて錦野明くらいになったってことですね。小林明だったらキーがちょっと変わるような気がする。ハッピーバースデー。
いいやつだぜ。いいえ、あ、次回はあの全自動Pのカット2割引きお願いします。そろそろスタンプがたまるんじゃない？もうたまっこうね。じゃあ次は、エリック・クラプトソの、俺案内券ね、ラッパーズボンの歌を。